はい、一つ木まさしみずです。えー、今日はですね、岸田政権の支持率がまあ下がってきているんですけども、あのー、まあ非常に富士 FM グループでもですね、まあ三十パーセント台になるというのはですね、まあ少々相当危険進行という状況です。まあ毎日新聞だと二十パーセント台っていうようなこういう状況なんですけど、まあなんかこうこういうのがですね、ずっと続くとどうですかね、皆さん。気持ちは明るくほがらかに。 幸せに過ごしている人っていうのはまあこの番組はあんま見てないんじゃないかなっていうふうに思うんですけど、うん <laughs> うん、まあやっぱりですね今とても辛いねえー、辛い状況が続いておりますなので今日は依存症というのをテーマにしてですね自分たちのちょっと健康を守ろうと心の健康を守ろうとあのクソみたいなことばっかりある世の中ではありますけどもちょっと心の健康を生み出す依存症というものをテーマにして えー、コンさんと話をしたいなというふうに思いました。コンさん、よろしくお願いします。お願いします。まあね、まず、あの、この岸田内閣支持最低というですね。まあ、記事があるんですけども、うん、この岸田内閣支持最低というふうに書いてある。この岸田さんのお顔を見てですね、うん、ああ、岸田さん、頑張った。あるわ、とっても頑張った。ある、いろんなことがある。だけど、考えてみたら、山上容疑者、安倍晋三、打ったけども、岸田さんのせいじゃないよね。 統一教会問題だって別に岸田さんのせいじゃなかったんだ物価高っていうのもこれはアベノミクスの継続によって行われたまあ副作用のものなんでこれも岸田さん関係ないにもかかわらず岸田さんようやってはるなうん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 っていう風に心安らかになる方はですね心安らかになりますっていうコメントチャットを書いてほしいしえそうじゃなくって <laughs> ムカつく っていう人はですね腹立つわーってむしろ目指されるわーっていうことをですねぜひあのチャット欄コメント欄に書いてほしいんですけど皆さんいかかがでしょうか私はですねどちらかというと岸田さんを支持している人たちの中ですがん大丈夫大丈夫っていうふうに不安になる私はそう思うんですけどううでしょうかいや全くそうだし、うん、7月の選挙以来ね、うんうん 結局ほら値上げが秋に来るよって今まさに秋ねえそう値上げ今ものすごいことになっていて、うん、やっぱりなんとかせいや政治家よっていう気持ちはやっぱりね人情ですいやそりゃそうだよ、うん、だって個人の力じゃ値上げ物価高は何もどうこうもしようもないじゃん、うん、でだからといって,言っておお金ねんだあんじゃあ10万ぐらいやれよポラっつってさ 10万じゃ足りまへん明治時代の10万円やったら嬉しいけど<う>、えー、ちなみに10億円ぐらいです皆さんうんそうなんだからもうなめとんのかってやっぱり思ってると思うんだよね、うん、庶民はねやっぱりね岸田さんがねなんでそうやってバッシングされるかっつったら国民の声をまず聞いてない <laughs> 聞く力って言ってたのに、うん、<laughs> そうそうそう聞いてない <laughs> でねもう一つ今日の話題にねかぶってくるんだけど、うん、岸田さんってね 僕現実逃避に依存してるような気がするんだよね。まああのどこの声を聞いているんだい君はっていうぐらいですそう。だから例えばほら統一教会問題一つにしてもさ、うんあの「急いでやります」「最大限努力します」ってなんつうのきれいなこと言いながらさ「うん、あ外遊行ってきます」だって。いやお前どこ行ってんのっていうのはあと検討を加速させるっていうなんか、うん、ちょっと日本,日本語。検討を 加速させるっていう謎のあのことをやったりあとね俺ちょっと正直岸田さんのメンタルが心配になってきました。っていうのもあの話法務大臣午前中ね「やめさせません話法務大臣自ら説明責任を果たすべきです」って言ってですね午後にお昼いんだよ首これちょっとさこういういや岸田さんを批判してる人からするなんだブザマだーって。 ううと思うけどさ、うんこれ自分の上司がこういう人だったら不安になりませんかそうギリギリまでね君を守ってあげるよと言ってたのが、うん、あそっかやっぱりやっぱり総理やなとか思って私も話してたら、うん、<laughs> 突然って感じ <laughs> それちょっとなんかこれね岸田さんのこのタイムスケジュール私チェックしたんですけどよく朝礼誤会だっていう話。うん うん、あるじゃないですか。で、あれは朝、うん、午前中に言ったことをぼ。夕暮れにコロっと帰る。これは朝礼母会。昼間に帰っちゃったから、朝礼母会超えちゃいましたよ、これ。<laughs> そうだね。朝礼仲介。うん、なんじゃ、これ。で、でも、なんか。聞く力とかって言っときながら。うん、聞いてるようにも感じない。うん、で。さらに。 言ってることをコロコロひるす。そうだね。だからこ<れ>あの、統一教会のさ、うん、宗教法人法の解釈にしても最初はあの、刑法犯のみが、うんえー、質問権の対象になるんだ、うん、言っていたところが次の日になったらえっ、えー、みたいな感じを <laughs> <さ>山際の時もそうだったじゃん<う>山際辞めさせる時もさ、うん、本人がね説明責任を尽くすべきだって言っといて。うん で結局、山際に辞表を書かせて、うん、鋼鉄っていう形を、本当は鋼鉄なんだけど、うん、鋼鉄って形を取らないで、あいつが持ってきたから受理したよっていう言い方にしてるじゃん、うん、それは話のときもそうだ、おそ、うん、らく、まあ、帰ってきたら、あの寺田稔とか、うん、ね他にも何人かいますけども、うんまあ、そういう人たちにも、もうおそらく辞表を出させないと、うんあのー、今回の,その新法ね、救済新法に関しては、本当に時間がないのよ。うんうん で野党は本当は今日のうちに自民党からね、うん、えちゃんとなんていうか、どういう救済新歩になるのか、要綱をはっきりさせてくれって言っても、うん、間に合わなかったんで、うんうん、野党の方から明日えこういう要綱でどうでしょうっていうふうに自民党に突きつけるって言ってるんだけど、うん、それぐらい、後手後手なのよ、すべてが。うんうん だったら清水さんが指摘されてるようにこれメンタル的にちょっと本当にギリギリなんじゃないので挙句の果てにねあの山際太志郎をクビにしたじゃないですか、うん、内閣から外したら、うん、萩生田と茂木が勝手にコロナ対策本部長に据えて、うん、でそれで岸田さんはそれを。 報道ででったって言うんですよこれ,やこれ俺が部下にそういうことやられたらちょっとなんかこれれメンタルやられません裏切りですよそうだよお前にそんな権限ねえだろうってやつが突然何やってんの人,人事に口出してんのって話っえ俺総裁なんだけどっていう総裁 <laughs> なんだけどな, <laughs> なんでそんなに俺ないがしろにされんのって。 うん、これ結構、うん、普通の人だったら、うん、精神病む状態ですよ、うん、なんだけどまあ自民党批判の人がね、うん、多いからまあざまっていう気持ちになるのも分かる分、うん、かるけど、うん、これ岸田さんの気持ちにあえて立ってみるとですね、うん、相当ストレスフル。うん、でだ当然ね だったらやめりゃいいじゃんって思うけど、まあ、いろんなしがらみもあって無理ななんでしょうよ、うんうん、なんかこれ岸田さんのメンタルも崩壊しつつあるそうだねだからこの人本当にさこういう国にしたいという具体的なビジョンがあったわけじゃないまま総理になっちゃった人なのよ。 今日のメインの話につなげていくとさ、うんうん、あの依存症になるには3つの入り口があります、実は。はい、3つの入り口。一つ、空虚感、つろですっていう気持ちがね。ああ、やだな、やだな。これにた一番近いんで、岸田さんが総理になってからやりたいことがええないんで、えー、僕らに具体的に。うん、皆さんにもちょっと聞いてみたいんですけど、チャット欄に書いてほしいんですけど、うん、今、私は空虚ではないですと。もう いろんな実感に満ち溢れて、人生生きてるなあ。というものに、満ち溢れているという人、満ち溢れてました。なんだか。お、地震だ。<laughs> お、お、お。原発大丈夫か。うん、原発大丈夫か。うん、ね、なんか俺、神を怒らしたのから。ね。<laughs> で。まあまあ、それで、だから、空虚がまず一つね。うん、空虚感に、心が満たされてしまう。うん、満たされて支配されてしまう。だから、ぽっか そうぽっかりなんだかっていう感じがまず一つ入り口になる、うん、もう一つ孤独感、うん、どうですか皆さん、うん、空虚感もなく生きてるなという実感にあふれそして孤独も感じるあいつは俺の親友だこの人は私の大好きなパートナーだお父さんお母さんいてくれてありがとうそんな人どれくらいいるんだろう,そうだからまず 空虚で孤独で最後にあるのが結落,<で>落っていうのはう、はい、自分が例えばさっきあの何ていうの例えば友達だと思っていたらそうじゃなかったっていうのも欠落感でしょ。例えば夫婦で愛し合ってたと思ってたら突然見下り班突きつけられたとかさあるいは会社に追い出されたとかね。うん そうういのも含めてだからこの3つが重なったら完全に移動手もう入ってると思います。なぜかって言ったら頼るなんて余すがないっていう状況になってるわけでねこの3つが重なると。とすると頼るものがないからゃあのそれが悪いと思っているような行為ただお酒かもしれないねあるいはバイオレンスかもしれないあるいはなんかあの盗みかもしれない。 うん、あの盗みも依存症だっていう最近はそういう解釈、まあ、万引きとかもそうです、ね、あのよくおばあちゃんがお金があるのに万引きしてたんでするよねと、それなんでだろうと言ったら、さっき言ったような、もう心が虚ろで、しかもおじいちゃんも亡くなって孤独で、しかも孫とかも会いに来ない、ね、近所との付き合いもなくなった、ほら欠落じゃえちょっと待って、それ、でもそもそもあの岸田さんにもだいぶ当てはまりそうその通り、実は依存症っていうのはもう国民病です。 いやー岸田さんだからこう、ある意味で岸田さんを見るとまるで自分のように映るから嫌だって思う人も出てきてるはずなの、まあ、あるいは自分もそうだけども仲間だって思う人もいるだろう怖、ね、<laughs> っ。 そう、だからあの90年代からこれ国民病だっていう指摘はあった、実は依存症っていうのは国民病ではないかと、で、当時、その1つの根拠はワーカホリックだったんだよ、つまりバブルがはじけても、なぜかまあ猛烈とサラリーマンでやるのが正しいって、ほらほら、清水さんがまさに私ですって言ってるけどもさ。 バブルがはじけて、もうね、ロスジェネの世代が始まる、もう低成長の時代が始まるっていうのに、もう根性っつってさ、<laughs> バリバリが博士軍やっつって <laughs>、それがワーカホリック、これは仕事依存症ってやつですね。うん、はい、私です、はい、わかりました、はい。動画、動画、1000日休んでません、私、しかも1日多いとき7本上げてます。<laughs> でもね、あのー、依存症と依存はまるで違っていて依存症っていうのは自力でやめたいのにやめられないっていうのが依存症なの。で依存っていうのはそれがあるからこそ生きていけるものを依存っていうの。 清水、ね、さんの場合は、うん、ちょっとあのこれねあの、本格的に動画始まる前にいろいろ不幸なことが重なったじゃないですか。うん重なった、重なった、重なりまくった、<う>これでもかっていうぐらい重なった挙句、あげくに。その時に、無理にそのワーキングスタイルやライフスタイルを維持しようとするのがおかしくなるわけよ。それで鬱つになりましたね。そう、それで鬱つになった。で、気がついて変わっていったわけじゃん。いろん,っっんなものを変えたわけじゃん、清水さん、そこで。 そうまあそれね、変える前はですね、うんうん、ね貧しさに負けたわけじゃないんです、私は。うん、ね、世間に負けたんですよ。<laughs> 昭和カレス好き。<laughs> しかも、ねうん、昭和カレス好きだと、ねうん、二人はカレス好きなんですね。うん、私一人でカレス好きやってましたから。で <laughs> ね、皆さんね、うん、うちらは笑ってられないですよ。 実はね,いやーね酒に溺れる人っていうのはね、うん、まだまだあの僕らが知ってる以上に多いんです、うん、でしかもねさっあのアルコール依存症みたいに性がつく病気の方ね、うん、アルコール依存じゃなくてアルコール依存症って病気になると、うん、本人は依存してる自分を認めた認めたがらないっていうところがあるわけ君を 総理秘書官のおに据えるあたりですね多分これは自分の,、うん、あの判断だというふうに正しいと思ってるからやってるけど、うん、どう考えてもおかしいちなみにこれなんと麻生太郎が最悪のタイミングで「何やってんだあいつ」っていうふうに麻生太郎が怒るというぐらいでいやー私もでもなーこの依存症とかうつ病とか精神経っていうのは自分自身がやっぱり辛い思いを抱えているので、うん、ねあのやっぱりあのみんなもね こういうこの人質だとか不安の塊じゃないですかあれ、うん、支持してる方だって不安ですよ。後でちょっとあの支持してる理由紹介しますけど、うん、あのこれ不安だろうなっていうのがよくわかりますよ。うん、だからまあそういう状況だからこそちゃんとね、私自身が辛い思いをしたことをみんなの助けになるんじゃないかなと思ってね話をしたいなというふうに思っているんですよね。私もね、うん、死んでしまおうなんていうふうに悩んだりもしたんですよ。ねバラもコスモスも枯れておしまいと。 ということでね、えー、人生いろいろあるなというふうに今の島倉千代子の「人生いろいろ」の歌詞でございます昨日ちょっとねあの昭,和昭和の歌謡曲を聴き直してて頭がそれになっているっていうあ<ー>、えー、まあそれはさておきちょっとンさん、うんえー、チェックしたいんですけどこの「うん、支持すると言った人の理由」うんうん、これすごいよ。すごいよあの他にいい人がいないから。 つまり消去法で岸田選ばれている次自民党中心の内閣だから<ん>これが23.5%<ん>これがですね2つ合わせて約70%<ん>で岸田さんの人柄が信頼できるは17%つまり自分を支持してくれている人たちのうち80人ぐらいは俺じゃなくてもいいんだろうっていう人たちがこれ結構怖くない いや怖いいよねいやこれだ,だからもうさ、うん、自分に自分に期待されてないんだなって、うんうん、はっきりこうやって世論調査で突きつけられちゃうと、うん、やりがいなくなっちゃううつろ感空虚が生まれますよ生まれるでしょこれ、うん、でちなみに皆さん岸田さんは昔から主語です飲、うん、まんとやってられないタイプですあの人。 やばいねだから病気かもしれないわけよ本当にうんあげくの果てにあの人コロナにかかったでしょそうブレインフグになっちゃったんじゃないのなんじゃないのっていうぐらいの,のなんか最近ちょっとおかしい感じが、うん、そうだねうんあの政治家ってやっぱりさ健康が命なんですよ、うん、なぜかちょっと選挙で戦い抜く時に、うん、あいつ心身の不調を抱えてるぜって噂が立つだけで、うん やっぱり表に響くし、うん、住職にこう、養殖につけるなんてことはさ、さすがにみんな怖いなと思うじゃん、やっぱり突然、うん、あの安倍さんみたいにやめられるのも嫌でしょ、うん、今ねえねえ、うん、確かに。だからあんまり病気があっても認めたがらないと思う、自他ともに認めないと思うんだよね、うん、きっと。うん、だけど、岸田さん、ちょっとやっぱりメンタル的に今もうやばくなってきてるんじゃないかと。で、依存症っていうのは、うつ病と違うのはさ、あのなんていうかな。 依存症なんで、治りがね、分からないんです、何度もスリップしてしまうわけ、スリップっていうの要するに再依存してしまうわけ、で、もちろんうつ病とか双極性障害にも同じようなことはあります、今ちょっと鈴鹿博士さんがダウンしてるのも、うんうん、4回目のうつが来てるって言ってるんだけど、本人がね、だからまあ、まあ、そういうこともあるでしょうと。うん、だけど、だけど、依存症はやめようと思っても、再依存するっていうことがいくらでもあるんです。うん だからいつの、いつの段階で俺はもう酒飲まないとか言ってもさ2年ぐらい経ったら飲んじゃったってことあるじゃんだからちょっとこうなんだろうなあのうつ病と違ってそれがまあ本人の意思だけを求めても意味がないんですよい大学生さあ,のあれもそうだよねなんかまああの違,違法な薬を使わないでやっちゃだめとかってあの警察庁は書くてないですかねあの やったら人間じゃなくなるとかさだそれをや言えば言うほど本人たちは追い詰められちゃうわけ。そうねうん。ちなみにあのうつ病の患者は国民の中の6人に一人焼いたいございます100人中6人だからだいたい720万人ぐらいいるわけですよね、うんうん、で厚生労働省の資料によるとアルコール依存症が約10万人薬物依存症1万人ギャンブルの依存症が3000人、うん、病院で治療を受けている、うんうん <で>だから十倍ぐらいいるでしょ。診察てる人がね。十、うん、倍ぐらいでしょこれ。そうなんです、そうなんです。うん、あのなかなかさっき言ったように病識って言うんだけど、病気の自己認知がしたがらないのが依存症なのよ。うん、だ俺は酒が好きなんだからほっといてくれよみたいなさ、うん、ことを言いがちなんだけど、皆さん誤解してほしくないのは依存症っていうのはそれをしたくてしてるわけじゃないんだ。うん、あのそれが好きでやめたくない人は別に依存症じゃありません。うん どんな行為もうん、うん、だけどやめようと本人が思ってるのにやめられなくなるっていうのが依存症なのよこれアルコールじゃなくってね、うん、ああ食べ過ぎてるな痩せなきゃなあでも食べちゃったこれも立派な依存症だと思うけどねあその通りです、うん、だから本人はもう食べちゃダメだなとか、うん、食べたくないなと思ってるのについつい言ってやめられない、うん、これが依存症です。 ちなみに、やめたくない、やめたくない人話は別もく。もう、もう、食って食って食いまくりたいんだって、次の日体重になっても、大きく育ったな、うんうん。みたいなふうに思って。る依存症じゃないお。なるほどねううで。もういい加減、自分、これ以上食べたら、お腹も暮らすし。うん、あの、太るし、うん、不健康だって、分かっていながら、本当は食べちゃいけない、食べたくないのにな。っていうのに、口に入れちゃう。あら。とかっていうのが依存症。で、うん、ちょっと、せっかくなんで、この厚生労働省のページにですね、うん、依存症。 の特徴1やめたくてもやめられないコントロールできない今日はひとつ万冊を見るのをやめようと思っても見てしまう <laughs> 適当なところでひとつ万冊を見るのをやめようと思うことができない自らの意思でやめることもできずひとつ万冊を見続けてしまうそういう人いたらひとつき万冊移動す まあこれ要するにやめようと思ってもやってしまってき、ね、適当なところで切り上げることができず自らの意思ではどうしようもない。うんうん、なるほどでよ。でもそれだけだったらまだ依存の初期の話だから、うん、そのの先が問題なのよ、えー、徐々に悪化してしまう放置すればどんどん進行する、まあ、これはまあ一つ挨拶動画たくさん上げてますけど、うん、<あの笑>同じ動画毎,日毎回見る人っていないと思うから。 これ限界ちゃうかかお酒とかだと別だだねそそそそう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 、うん、だから次の項目考え方が極端になってしまう例えば家族仕事将来設計など生活のすべてに優先して酒にのめり込んだりとかひとつき万冊に,、まあ、にさ家族や仕事や将来設計より優先してひとつき万冊って人いないでしょう <laughs> いやいたらちょっと病気いった方がいいですうんそこまでして YouTube 見る人いないと思うんだよね、まあ、少なくともひとつき万冊はね そそうそうだから、有害なものって絞られてて、まあ、酒だったり薬だったり、うんえー、あとまあ買い物だったり、うんえー、あと摂食障害のような食事だったり、うんえー、あと盗みとかねだから何かしらのその何て言ううんだろう有害なものにはまってしまってその先に家族や仕事が崩壊したり将来設計がおぼつかなくなったりっていうことがあるようなものが依存症なんだよね。うん で、しかもその次僕はさっき言った通り、その問題を否認するんだよ。いやいそのもんなことないわ。別に大丈夫だよ。そう。それ、それだから借金家庭内の問題などの現実を見ないって。これまさに岸田じゃんで、そして事態の過小評価 <laughs> え。別に首相秘書官に息子やってもいいじゃん。いやよくねよ。で、そう。 統一教会ね、とりあえず宗教法人法でね、きっちりやっていけばいいんだって、適切に処理しますとか言ってないけど、うん、そんなことやってる間に統一教会の方がお金隠しちゃったりとか、うん、いろいろあの証拠隠滅ができるのに、もう、のうのうとしてるじゃない、岸田さんって。で<も>事態の過小評価そのものだよ。でも、事実を認めず攻撃的になるなどって書いてあるこれはまあ、岸田さん当てはまらないかな。これは周りがサポートしてるのかな。安倍さんはこんな感じありましたからね。そうそ、ん、う。俺たちに負けなーいとかって言ってたもんな。 あのね岸田さん、人に怒れないタイプかもよ、そっちの方が怖いけどな、うん、だから真面目にこっちは答えてるんだから、あのそれ以上責めないでよっていう気持ちはあるかもしれないけど、怒れないんだと思うんだよね、きっと。怒れない人っていうのも一つ問題です、アンガーマネジメントは怒りすぎる人と怒れない人が問題なんで、本当は怒っていい時に怒れない人は、やっぱりやばいんですよ。それやばいでしょ、うんうん 明らかに不当な扱いいいをされた時は怒る方がいいからねそう、それは自尊心を自分が守るっていう意味でも、それは腹が立っていいはずなわけ、うん、自尊心を切りつけられたら。だけど、自尊心を切りつけられるほど、自尊心そのものがやわだったら、うん、もう言えなく言えなくなっちゃうっていうか、抗弁しできなくなっちゃう、うんうん、怒れなくなっちゃう、うん、それ、怖いことだと思います怖いね。うん ちなみに、えー、次に次家族を巻き込んでしまう、うん、家族が悩み依存症者に注意する一方借金の肩刈りを行うなどの目の前の問題解決に奔走し身体面心身,身面金銭面で疲弊していくだから宗教依存は分かりやすいよね分かりやすいですねお父さんお母さんが献金したら子供たちは貧困にあえてしまうわけだよねうん、うん、あこれ宗教界への依存 うん宗教依存だよね。宗教依存的なものも当てはまりますよね。あもちろんもちろん。ろんうん、だって献金というものが大型献金だったら本当に貧困化して山,際山上ファミリーみたいになっちゃうんだもん。うんうん、いやまああの<ん>別にね一億円献金することは悪く悪いわけじゃないんですよ。例えば <laughs> あのビルゲイツがねあの一億円統一教会に分銭、うん、お,おもろいやつやなそんからい統一教会とパソコン全部 Windows にしてやはり一億 これ別にビル・ゲイツ10兆円ぐらい持ってますから誤差ですよねだ,よだけど1億円しか持ってない人が1億円献金するのはもうやばいじゃないですかやばいです、うんまあ、食べ過ぎもそうですよあのたくさん食べてるけど、うん、プロレスラーみたいに毎回も筋トレやりまくってですねもうカロリー消費しまくってます、うん、これ別に依存症じゃないからねうん、うん これね,ねあの、依存症の研究っていうのは、80年代に、うんえー、斉藤悟っていう精神科医と、信田紗友子っていう臨床心理士が、ね 2> まあ、2人でアルコール依存の研究っていうのを始めてたわけです。で、えー、90年代になってから、その成果が本になったりとか、講演会で話されるようになって、信田紗友子さんの方が、ものすごく先鋭的な、なんて言うんだろう。 うん、本をいっぱい書いてます、ね。でも、信田さんの結論は、それはその通りやけど。怖いですよ。それは。まあ、アルコール依存症って、なんでなるの、うん、それは。子供時代に心の傷があるから。っていうお話されたら。いや、うん、そうかもしれんけどさっていうそう。まあまあ、いろいろ名著がいっぱいあるんで、それはちょっとね。あの、うんうん、読んでみてください。いや、もう、全巻紹介してもいいぐらいですよ。うん。うん で、えっとね、僕もね、90年代に、アディクションと家族っていう学会論文集みたいな定期刊行物が発行されたのね、斎藤悟史責任編集で、僕、何回か書いてますよ。でね、ただ、何でも依存症の目で見るっていうのは、良くないっていう部分もあって。これは絶対その人が うん、何かしら心の闇を抱えてますそそそうそうそう,そうだから例えばさよく言われるのが、うん、ゲーム依存症っていうのが最近よく言われるじゃないですか。でちなみに WHO はゲ,インゲ,イゲームディスオーダーって言葉を使ってる。だけど依存症ってアディクションなんだよ。なのでゲーム依存症って言葉は WHO は認めていません。うん うんまあ、これ結構大事なことなんでうん、うん、でィスオーダっていうのはだよねだからゲームをやることによってえー、普段の暮らしが成り立たなくなる、うん、例えば学校に行くとか寝られなくなるとか、うんうん、学校に行けなくなるとか、うん、寝られなくなるとか、うん、ご飯を食べなくなるとかそういうのが機能不全なわけですよねだからそれはあるかもしれないけど依存症なんてものは そそもそも WHO は認めててない、そのゲームに関しだって新しい文化って普通若者ハマるじゃん。うん、そらそうだ。れは漫画であろうとロックであろうとアニメであろうとハマるものだからそれによって何かその集中してやったからアニメーターにな,になりましたとかアニメ監督になりましたとかロックミュージシャンになりましたって人がいるわけで何、うん、て言うかなハマっているから何て言うかなそれは依存症だっていうのはあまりにもちょっとこう。 行き過ぎてるわけねんさっき僕言ったようにやめたいと思ってるのにやめられないっていうのが依存症だからカッパエビセンみたいなもんだね <laughs> やめられない <laughs> 止まらないカルビーカッパエビセンそうやめたいのにやめられない、うん、でゲームはやめたいなと思ってないじゃんすっきしいからハマるわけ <laughs> <そう> <laughs> やめさせたいのは親の方だよ <laughs> そう親の都合なわけそ,そこにお前するゲーム依存症だからとかお前病気だからとか言って何か別の病気だ、うん しかも、そうそう、その通りで、何か本人が好きでやってて、何の害もないものを、お前、うんえー、ゲーム規制しましょうみたいな法律でやろうとしたがる人たちいるわけだけど、それはまさに酒を飲んでしまうアルコール依存症の病気の人に、えー、ああ酒をね、コントロールしようと思って、今日はもうこの,この人瓶だけよとかさ、周りがやると、どんどんはまるの。うん、ああ、悪化するんだ。 悪化するの。それだったら、それ言われるの分かっちゃったから、学習して、じゃあ、知らないところに叫び隠しておこうになっちゃうわけ。だから、それがねあの、もう今日飲まないよって言いながら、かみさんが寝静まった後夜中に飲むことになるわけ。だから、そういうのを、脅威依存というわけでさ、うん、要するにねしあの、依存消費者本人、当事者本人をコントロールしようとする人がいると、本人がセルフコントロールできなくなるんだよ。 ちなみに、あのちょっと厚生労働省の表で今、ちょっと恐ろしいものを見かけたんですけど、この、うん、私、10倍はいるねって言いましたけど、ギャンブル等依存症、患者数3200人、うん、ギャンブル依存症が疑われる人数70万人って書いてるんですけど、それはギャンブル依存症を診察できる医者がまだ足りてないっていうのがあるのね。うん だから、実数としての診察、つまり病人としてあのあのあの通院してますよって人が少ないだけなのよ。うん。これ、恐ろしくないですかだから、来てない、つまり病院に来てない人たちがいっぱいいるよって話だから。病気だとも思ってない人たちがいっぱいいると。その通り、その通り、酒があの人好きなんだなって思われちゃってたりするわけよ。でもさ、大阪、僕はちょっと東京ではあまり見ないからあれだけど、大阪ってさ、 昼間のうちから酒飲んでるる人いるよね。まあよくあの路上に座って飲んでる人で <laughs> だから朝から午前中からやってる居酒屋とかあるよねなるほどねうん,うんすごいなと思うんだけどさ、うん、でもそんな土地柄でギャンブル施設作ったらどないななりますか歌詞のなぁ大儲うけはするやろうけど、うん、大変なことになるでこれだから今大阪にさ日本の人口の5%ぐらいがいるわけじゃんうんうん で七十、ね、万人のギャンブル依存症が疑われる、全国で疑われるってことは。三、うん、万人ぐらいは、もうポテンシャルとして、大阪にギャンブル、あ、ギャンブルして作った。依存症になるでーっていうやつが三万人はいるってことだよね。三万人いたら、恐ろしいことになりませんか。やばいね。まあでも、この岸田政権の支持率とか、めっちゃ下がってるし。うんうん、で、もっとちょっとね、このみんなの心が。 進むというかやむのがあ、うんうん、あのじゃあ岸田政権が倒れそうです、うん、自民党に二つのケースが自民党にこの人が出てきてくれたら日本は大丈夫っていう別の候補がいますあるいは野党が一致団結していて与党はだめだけども野党に希望を託せば日本はなんとかなる。 これ、どっちもなくねうん、政治依存だよねそれって。でもそうなると、うん、何が起きるかっていうとあの、不安にななってくるじゃないですかその通りですそうすると不安と向き合ってね、うん、どうして野党がね、バラバラなんだろう、うん、っていうことを向き合い、うん、で、そしてそのための解決策を冷静に考える。 なんでとほとんどいなくって、うん、どっかの党の強心的な支持者になるか、うん、自民党ふざけんなぁ、うん、になるかとかなってやっぱこれ心、うん、やっぱりねやばい、病んちゃってると思う。だからそれまさにコーンさんの言う政治依存みたいなもんだよね。そうですそうです。だから。 結局個人はさ、だから政治を介して何か変えていこうとしたら政党を通じてってことになるんだけど、うん、でその時に、まあ、自民党に長らくあの自民党支持者だった人も最近離れつつあって、うんうん、で他の小さな政党に、まあ、令和に期待したりとか。 うんね、人によっては N 党だったり、うん、政党だったり、いろんなところにさ、なんと脱自民の支持者の人たちが行くんだけれども、うんうん、でもそれも全部含めてさ、うん、政治が自分のことをなんとかしてくれるはずだ、うん、根拠はないけど、うん、だからこれ、ある種、宗教依存に似てるようなメンタルだよね。いや、そうだと思いますよ。だって、うん、その一部は当然、影響しますよ。うん うん、だけど自分の人生影響させる一部に過ぎないですよそれは。それをなんかね、えー、とちょっともう一回依存症のチェックリストにちょょっっと戻ってみましょうよ、うんえー、ここの依存症のチェックリストにですね、うん、あの考え方が極端になってしまい家族仕事将来設計等生活の全てに優先して政治が大事なんだーってなったら。 これやばくないですで明らかにそういうのの責任をねこんなふうにしてるのは確かに既存与党が不甲斐ないから、うん、でそして立憲民主党が不甲斐ないからこれあると思うよ、うん、あると思うけど、うん、そこにこういう政党に依存してみてはどうですかみたいなのが変な政党いっぱい生まれてきてるじゃん。うん、で大抵そういう人にそういうのを支持してる人たちに対して。 なんかこれおかしいよねとかっていうふうに言うと、うん、現実を否認すするででしょ怖くないですかそれいいや怖でですよでその人がね生活を崩さない形で日々いろんなところではまともな生活をしてるけど、うん、でも僕はこの人のこと応援してるんだくらいじゃなくってのめり込んじゃって他のものをこう、うん、崩壊させちゃってる場合あるじゃないですか。 そうこれはどこの政党にもあるから別に、うん、あのどこの政党の例を挙げてもいいと思うけどうん、うん、例えば生まれつきあの新聞といえば赤旗でしたうん、うん、お父さん赤旗しか読んでなくてうん、うんね、日本共産党が国会で頑張ってると、うん、常にその国会地域を見て、うんね、お前も共産党頑張れよって言ってくれと子供に言い出すとでもお父さん僕朝日新聞とか NHK とか他のいろんなものを見たいんだけどって言ったら。 とりあえず赤旗から読んでよ。っていう人もいるんです、現実に。マジで。うん、それで一人でお亡くなりになっちゃった子供もいるんです。うわ、キッうん。有名な漫画あの女性漫画家だけど。あったね、そういうの、確か。うんだかこれは別にねあの、共産党だからではないんです。うん、自民の支持者ですらそういう人いるし、うんうん、要するに、もうとりあえず自民党に票を入れときゃいいんだと。うん 思考停止でそういうふうにやってる人いますから現実たまに長い歴史の中では自民党負けたりしますけどうん、うん、それって稀なことじゃないですかうん、うん、そんな頻繁には起こらないだからとりあえず自民っていうねとりあえずビールみたいな感じでうん、うん、投票に行ったら自民に入れるって人たちが今まで多かったので少なくとも、うんうん、ただ今回岸田さんがこのままで 3年後の国政選挙まで持つかっつったらかなり厳しいと思うけどね。厳しいでしょう。でしかも来年に入っちゃったらもう統一地方選で結果出ちゃうからさ、うん、かなりこのまま行ったら岸田さんが応援に来るのやめてくれって言いうう出すだろうな、うんうん。なんかむしろ来たら支持下がるわみたいな。そう。ちなみにあの辞めた話、法務大臣いるじゃないですか。うん。あの人、茨城県が地元なんですけど、2月10日、うん、あ、じゃごめんなさい、うん、12月10日。 投開票日の茨城県知事選挙あ茨城県議選挙があるんですよ、うん、であの何人かの自民党県議はあの,あの人葉梨さんって茨城県出身だからね、うん、あの葉梨さんと一緒のポスターとか撮ったんだってあーツーショットポスターかでそれ全部剥がしたりし始めてる <laughs> そりゃそうだろう法務大臣一人ででこれですよあ<ー>岸田さんはこれこのまんまいっもう。 今から支持率上げようって思ったら統一協会解散するしかないですよね。せめてね最低限ね。で,すでその上で、でうん。復活対策は俺岸田さんには何にもできないと思うよ。えできないと思うよ。うん、うん。しかもだから増税要因ばっかり作っちゃったじゃん。いい顔してさあっちこっちにいい顔して、うん、それやっちゃったからどうせ消費増税15%をやるんでしょと。うん 責めらら、れたはいやりますすなんでね、適切なタイミングを見てとかなんか言うかもしれないけど結局やるんですよ岸田さんは。でそうすると今まで岸田依存的に自民党いいんじゃないみたいに思ってた人もいやもうちょっとついていけねっすとそうなっても自民公明で過半数っていうような現実が続いてしまうともう日本にいること自体が苦しいと。本当はいくなんだけど、 ね、いなきゃいけないい,いろんな事情があると。っていうことで心がアンビバレンツになっていくよねうん、うん、人心が荒廃していく。本当はこんなに生きけない日本で行きたくないんだと。うん、かといってどこの国に行ったらいいかも分かんないと。あと出れないっていう人も、ね。出れないっていう人も、ねうん。英語が不安だとかね。うん、うん、あるいは借金返済してないとかね。うんうん、まあいろいろあってさ。うん、家のローン組んじゃったからねとかね。<laughs> うん。うん これはねまあ依存症も含め、うん、いろんな精神疾患になりやすい環境にな時代環境になってるなって気がするそうね、うん、こんな言い方酷だけど早、うん、め,めに実は医者に行った方がいいですようん、うん、清水さんもやっぱ最初自分が鬱だなんて思えなかったでしょうまあ私はもう思いたくなかったよそうだよねそう思うもんじゃん、まあ、うん、うん、だけどまあ行きましたよ だから早めに言ってよかったなと思うもしそれで本あでも清水さんがもしさ愛読家じゃなかったらさ、うん、一応本で人と調べてあこれはもう認めざるを得んなっていうことで言っ,た言ったんだと思うんだよねきっと300冊読みましたそう,うつ病関係もう,もう <laughs> どう見てもこれは俺のこと言ってるとうん、うん、いうのが分かってやっぱりちゃんとプロに見てもらわなきゃなって思えたわけじゃんはいそしてうつ病の本を 300冊読むあたりもうつ病っぽいです、うん、<laughs> まあね, <laughs> まあねでもまあうつだと読めなくなっちゃってたからさうん、うん、あれなんだけどまあでもさそれってなんとか自分はそうじゃないそうじゃないんだと病気じゃないんだっていうふうにやってると、うん、本当にやばいことになる、うん、だ僕もあのまあ何度か話してるけどテレグライズの証ってものになりなす、ね、ね言っすたね やめたいと思ってもついつい電話しちゃうわけですよ、うんうん、そうするとお金かかるわけですよ、うん、で300万ぐらい借金を負ったってことあるんだけども、うんうん、でもそれも最初、好きだからやってんのかな、いや、違うなって途中でおも思って、やめられなくなってるだけなんだって、自分でまずちゃんと認識する、でその時に僕はライターだったから、そういう依存症の詳しい人って誰だろうと思った時に、研究者だなと思ったら、そのさっき言った信太左翼、斎藤悟とるってところにたどり着いて、うんうん あのそれ92、3年ぐらいかな、うん、あのでその頃にあに彼らしか知らないからね、うん、長年の研究とか知らないから、話を直接聞きに行ったりしたわけ、うん、だから患者としてというよりも客観的にこれどういうことなんですかということで、いろいろ学ばせてもらったってことがあるわけよ、だからそうすると僕も客観的に、ああ、これも認めざるを得んわということで、まあ、僕はなんとか直したんだけれども。うん まあ直し方っていくつかあるんだけどね。人によって、あのー、やり方違うので、うん、なんとも今一般論言わないけど、うん、ただ認めなきゃ始まんないじゃん。始まんないね。自分が今おかしいぞと。うん、自分で自分のことをコントロールできてないぞと。うん、うん。で、認めるのが遅いと、やばいんです、本当に。うん、怖いからさ、認めるのもね、正直。ひと月き万を。 見なほうがいいと思っているのにどうしても見てしまう。<laughs> 本当は明日の仕事の企画書を作った方がいい大学受験をしているんだったら受験をした方がいいのにひとつき万どうしても見てしまう。本当はこれ老後のための資金なのに全額ひとつき万もに。しくなからおりませんで <laughs> <laughs> 私はあの細く長くあの応援されたいんで、ただ、あのビル・ゲイツが見ていて、中国へ振り込むんだったら、あなた大丈夫ですから <laughs>、ビル・ゲイツ、日本語わかんないからな、<laughs> いや、まあでもね、もうこの岸田さんのせいというか、まあこの世の中の計測閉塞感のせいでね、なんかすごくね。ね 心が病みやすい状態にあるんだということでうつ病のねあの、まあ、だいぶマシになりましたけど私とその、うん、テレクラバリバリやったコンさん、ね、この二人がちょっと伝えたいとでもまあ昨日コンさんいいこと言いました「おとついか」。こういう時は映画でも見るとか、ねうん、何かいいと思う音楽とかに触れるという意味で、ね、あの好きな音楽とかを聞くと。 ねただそれがなんか依存症的にねこれを聴かないと駄目だとかってあんまないと思うから、うん、まあいいんじゃないかなと思います。うん、なんかね最近昭和ね歌謡曲、うん、をよく聞いててですね、うん、なんかあの特に視聴者の皆さんがそれぐらいの世代多いじゃないですかだからそういう人たちの時に流行ってた時代背景とか何かなとかっていうふうに、ん、まあとりあえず王道としてしっかりちゃんと何度も聞いたことないわっていうのが「日空ひばり」。 うん、とかあとあのあこれいいなって思ったのが「うん、オーヤン・フィーフィー、うん、ラブ・イズ・オーバー」うん、とかねあの、うん、なんか辛い時は好きな音楽でも聴いてみてあのちょっといいんじゃないかなと思いますよはい、うん、いやあャピン・コンさんあの最近音楽何聴いてますかあ僕は YouTube であの懐かしいのもう聞き飽きたので、うん、なるべく新しいの聞きたいなと思うけどそれが何なんだか分かんないんでループしてますえそうなの <laughs> うん そうさ音楽がかなり YouTube がね聴きまくっちゃったのでうんアドとかじゃダメなのえアド新しい子だったら19歳あんはないと思うよあのワンピースの歌姫もやった子でしょううんんまあそれはもうだいぶヒットしたからの話ですけどねうんうんどっちかっていうと「うっせえわ」があそうそうだからあれはなんだろうなコマーシャルの15秒間ぐらいに流れるときに「うっせえわ」ってキャッチーでいいなと思うけど うーんって感じですね。なるほど。それだったら、うん、中村加宝の方がいいなって、うん。なるほどなるほど。うんあのへあの竜とそばかすの姫の人だけども、うん、歌ってた人だけど、うんうんうん、うん、あの人は才能あるなって感じです。うん、そういやスズメのとしまり新海誠の最新作、うん、そろそろ見うの見ないとダメですね。うんうん、えー、皆さんもあのひとつき漫ばっかり見てね政治の問題ばっかり見ているんじゃなくって。 たまには好きなコンテンツに触れてみるのがいいのではないかなというふうに思います<う>いやー香港さん本日もどうもありがとうございました<ひ>はいチャンネル登録といいねよろしく岸田さんのメンタルが心配ですかんよろしくね,<あ>ねお願いします